ちょっとガチの無職なんで。モンちゃんっていい人なんだ。あ、でも皆さんね、言っとくけど、あの皆さんそこまで騙されないでほしいのが、別に俺モンちゃんにそこまでめちゃくちゃ良くしてもらったわけじゃないからね。ちなみになんだけど、じゃあいや、そうなんかね、あモンちゃん超いいやつだなとかって思ってるやついるかもしれないけど、俺別にそこまで究極良くはされてないんで、ぶっちゃけ。まあ、助かったは助かったけど、うん、なんで、じゃあ逆になんで皆さんモンちゃんがいいやつだなと思うんすか、うん、逆になんでモンちゃんがそこまでいいやつだと思うの。まあ助かったは助かりましたけどね、結果的に、結果的に。ナイスをしました。またないアイテム投げるわけで投げます。ありがとうございます。雨若干すけど小降りで降ってます、いやだってさなんかね、あれよ、結局昨日もね、あの女は無許可で俺ん家来てるんですよね。あの女昨日ね、あの女無許可で俺ん家来てるんですよ、あれ。いやなんか正確には前日に、昨日来たじゃん。その前の日になんか電話あったんですよ、 LINE 通話が来たんだけど、いや通話連絡したっつっても俺出てないの、それシカトしてんだよ俺。LINE 通話の着信はあったんですよ。でチャットとか来てないですよ、チャットは来てないんですけど、 LINE 通話の着信があって、もうめんどくさいから出ないのよ。まあ別に話すことないしと思って、でまあそれはシカトしたんですけど、そしたらね、そしたらその次の日に勝手に来てたんですよ。でちなみに俺パチソリ行ってたんですよ昨日。もう配信の収益もないし、もう終わったわと思って、パチソリで稼ぐかと思ってパチソリ行ったんです昨日。そしたらリスナーから DM で、なんかモンちゃんがお前んち向かってるぞみたいな、そんなのがなんか3件4件ぐらい来てて、なんだと思って、でそれでなんか雑談たぬきとかいろんなの確認したら、あのなんかどうやら本当っぽいんですよね。でそれで、まあ、僕はあの頭によぎったのが、これ多分俺が家にいないとモンちゃんって勝手に俺ん家上がり込んでね、ヨシエさんから話をいろいろ聞き出そうと、でそれ多分配信に流すつもりだなと思ったから、まあ一応ほらね、今こういう状況なんで、下手にそんなのなんかネット上に流れた、まあ俺が言ったわけじゃないから、そこはまあ多分大丈夫かもしれないけど、 俺本人が言ったわけじゃないからね。でもあんまりネット上になんかそういうのをばらまいて、なんかこう結局裁判とかがあの不利になったらまずいかなと思って、一応だもう帰るしかねえと思って行ったわけですよ。一応行ったのよ。そうで、それでね、まあ帰ったわけなんですけど、最初なんかこいつ何なのと思った感じで言っちゃう。俺まあ昨日の配信見てた人は分かるかもしれない、最初こいつマジ何なんだろうと思ったもん。なんか普通に家にいた瞬間、いやいや、だってよく考えて、じゃあ俺モンちゃんが何してくれたかっていうの皆さんよく考えてください。騙されんねお前ら、騙されんなあいつに。じゃあモンちゃんが俺に何してくれたの、言ってみない、具体的にね。配信のネタにしてね、閲覧稼いでナイス稼いでね、俺に何してくれたんですか。じゃああいつもメリット受けてますよね、閲覧稼げました、ナイス稼げましたね、えあいつも利益得てるんですよね。で俺に何をしてくれたか、俺のリスナーが投げた投げ銭をくれただけなんですよ。まあもちろん俺ね、俺の枠今実質収益化できんから、それでもありがたかったよ、今手持ちもそんなないし全然。
それでもありがたかったけど、でも別にもんちゃんが未然に切って俺のこと助けてくれたわけじゃないんですよね。わかる？結果的に結果的にね、もんちゃんが別に未然に切ってるわけじゃないの。わかります？いやてかさ、もらっときゃよかったな。なんかさ、最初ナイス700いったらさね、最初ナイス700いったら3万5000ぐらいのあれ自動車税払ってくれっつって、でそれとは別にね投げ銭分全部俺にくれるって言って、でもなんか俺もさ、なんかまあ一応あんなんでも女だから、女として見てないけど、あんなのでも一応女だから、なんかだんだんなんかちょっとやっぱ俺女からやっぱねお金もらうのってやっぱりちょっと気が引けるんですよ。気が引けちゃうの。まあ自分今マジで困ってるけど、なんかさすがになって思ってきて、なんかと思ったから、やっぱこのそのナイスのね、その3万5000とかがなんだ、そのちょうどみんなから投げ銭がその時点で3万ぐらい来てたから、いやさすがになんかそのナイスの方のはいいやつって、みんなの3万ちょいで補えるからさ、そっちナイスのその3万5000って言ったのはいいやって言ってさ、俺が辞退したんですよ。で実質あの俺と別れる前ぐらい、まあ、あのコンビニで支払ったぐらいの時に、あのだいたい投げ銭が見たけど3万8000ぐらい来てたんですよ。あ、これはあくまでそのもんちゃん側に来る金額ね。だみんなが投げてる額だったら多分8万ぐらいだと思うんだけど、8万いかないぐらいかな、そう3万8000ぐらい来た、まあ、つまり4万近く来てたから、悪いだから。でしかもあの投げ銭って多分ほとんど俺のリスナー投げてたから、ほとんどがね匿名の方とかも見せてもらったけど、ほとんどが俺のリスナーだから、実質もんちゃんの懐からお金出てないんですよね。実質俺のリスナーからもらったのを俺に渡しただけなんで、いやそれでもありがたいですけどね、俺今収益化できないからありがたいけど、でもそれでみんながいいやつだなとか言ってるけど、別にもんちゃんがね未然にはたいて俺を助けてくれたわけじゃないんだよね。いやだって お前らさ、そう考えてみろよ。もんちゃんが得たメリットとかね、じゃあ俺が得たメリット、そしてそのメリットはどこから来てるかって考えろよ。わかりますか。しかもさ、なんか助けるとかさ言ってたのか知らないけど、まあ、はっきり言って配信、今のこの俺の状態で配信を俺んちつけてきて、じゃあそれで何になるのっていう、自分のね、自分のネタにしてるだけじゃんっていう話ですよ。だって別にはっきり言って配信者が俺んち今来られたところで何の得もないからね俺。むしろね、根掘り葉掘りうちの親とかになんか変なこと言われてなんか裁判とか不倫だったら、むしろデメリットしかない。メリット何も一つないから。しかも俺別に俺今配信つけても収益化できないから、はっきり言ってクソの役にも立たないよ。それこそトイレットペーパーの方が役立つわ。はっきり言ってトイレットペーパーの方がケツ拭ける分ちゃんと役に立つもん。今枠を配信者がつけて俺ん家来たところで、なんでクソの役にも立たない。そいつの利益になるだけじゃん。わかる。くそ、3万5000もらっとけばよかった。なんで俺カッコつけちゃったんだろう。こんなんでも女だし、さすがになって思っちゃった俺。なんであの時拒否言ったんだろう。後で請求しようかなマジで。いやそうでしょ。だって結果的にもんちゃん1円も出してないからね。だって俺のリスナーが3万8000ぐらい投げたから、多分ほとんど俺のリスナーだと思う。もんちゃんリスナーもいくらか投げてるかもしれないけど、多分3000ぐらいだと思うよ、その内訳。3万5000ぐらい多分俺のリスナーだって、匿名なやつとか全部見せてくれたけど、ほとんどが俺のリスナーだったからね。だからそれもんちゃんからもらったのって3万5000ぐらいの自動車税とプラス5000もらったのよ、現金で。もんちゃんが未然に出してくれたのって多分3万8000ぐらい来たうちのもんちゃんリスナーがおそらく3000ぐらいだとして、だから、まあ、5000ぐらい俺にくれただけだよね。いや5000でもありがたいけど、5000でもありがたいけどね。でもさ、はっきり言ってさ、いや5000でもありがたいよ、あと換金収益化できないから、それをまあ代理というかさ、みたいな形でもらえたのも嬉しいし助かったけど、正直。でもみんながね、死ぬほどもんちゃんのことを持ち上げてるかもしれないけどね、すげえなんか慎吾救われたなとか思われてるかもしれないけど、多分みんなが思うほどは俺のこと救ってない。
俺のこと救ってんだったら弁護士代払えや俺のよ。違うのかこの野郎、てめえこの野郎、おいイモンユミこの野郎、俺の弁護士代払えてめえこの野郎、ああそれが本当に俺のこと救ってことなんじゃないのかこの野郎がや、弁護士代払えや俺のよこの野郎いやてかさ、もうさ、救うとかさ、もう綺麗事やめません、本当に綺麗事とかやめません。だってさ、俺ん家にさ、しかもさ、明らかにこのタイミングで俺ん家に来るってそういうことじゃん。なんでこのタイミングで俺ん家来んの、勝手に。違うの、うん、勝手に俺ん家このタイミングで来るってもう明らか狙い撃ちしてるじゃんねえ、明らかに狙い撃ちしてるやん。リンダの狙い撃ちかよマジで本当に。ああそうだろマジで。しかも無許可で来てるからね、無許可で勝手に来てるからね、あいつマジで。何年前のことやってんだよマジで。ニコあれだよ、ニコ昔のニコ生かマジで、うん、勝手にね人んち行くとか何年前のことやってんだよ。ああうん、あれさ、あのね、中にはなんかこう俺を救うとかっていう人出てくるか知らないけど、その配信者とかでね、うん、でもさ、はっきり言ってさ、俺を今救えるのって何かって、金以外じゃ、金以外じゃ何もないんすよね。だって別に例えば枠つけて俺ん家来たところで俺の利益になんないもん、俺収益化できないし。まあ、ボンちゃんみたいにねこうやって渡してくれたらあれかもしれないけど、でも別にまあ確かにその利益にはな、利益っていうかなんていうの、代わりにね、代わりにお金をこう もらってるというかなんていうの、俺が収益化できんからってとかあるけど、そこの救いは確かあるけど、でもそんなめちゃくちゃじゃあ未然に叩いて俺を助けてくれたわけじゃないじゃん。俺を今助けられるのって金以外の何でもないから、はっきり言うけど、それ以外の救いってのはもうただのなんかそいつのまやかし綺麗事、うん、だからそうじゃない。だって何のプラスになるの、うん、俺ん家に今このタイミングで来て閲覧とかナイスとか稼ぎたいだけなんじゃないの。違うの、俺の利益になんないじゃんそれ。お前その来たやつの利益になるだけじゃんそれ。違うのか、俺に今必要なのはね、配信で収益化できないし、別にその閲覧とかじゃないんだよ、金なんだよね。俺に今必要なのはよくわかんないふわっちの配信者じゃないの。ゴミみたいなふわっちの配信者が俺ん家来たところで何の利益になるの。俺に必要なのは弁護士なんだよ、配信者じゃねえんだよ。勘違いすんだよゴミがマジでよ、勘違いすんじゃねえぞこうなるゴミが。俺に必要なのはふわっちのキチガイ配信者じゃねえんだよ、弁護士なんだよ今必要なのは。違うかマジで。じゃあ弁護士雇うにはどうしたらいいんだよ、金だろ。違うのか、土星論だろマジで。この野郎今よりてめえよこの野郎、俺のこと救っつんだったらお前が稼いだナイスで俺の弁護士代払えよこの野郎。違うのかお前、未然に切れよだったらよ。それなのにさね、何俺をなんか救ったみたいなさ、なんか救世主だみたいなさ、え、なんかそんな風に思ってるやついるやん。いや確かに救われた部分もあるよ、確かに救われた部分もある、配信収益化できないしね俺今。でもさ、なんか実際そういうね、イモンユミがやったことに対してなんかこういろんなまやかしとかごまかしで過大評価されすぎじゃない、俺の救ったことに対する評価が。違うの、あいつ未然に切ってないじゃん結局。俺のリスナーのお金をもらっただけで、あとプラス5000ぐらいでくれただけで、あいつ基本的に未然に切ってないからね、ほとんど5000ぐらいしかあいつ未然に切ってないから。相手の名前出したか許可もらったか、ふざけんなよ、あいつなんか勝手に俺に来てんだぞ、ふざけんなマジで。え、何が勝手にね、あの相手の名前をあの出す許可取っただよ、あいつ勝手に俺に来てるからなぎの。俺許可してないからね、行くとも言われてないからね、なんだったら。その前日にね、昨日の前日に、来た前日にね、来た日の前日に、なんか LINE の着信があっただけで、俺それ出てないし、何の連絡もないよ、それだけだよ。あの俺が出なかった着信のみよ、その一本よ。それを許可って言わないだろ。 そしたらなんか次の日俺パチンコ行ってたらさね、いきなりリスナーが DM が来てさ、なんかもんちゃんが今 お前んちに向かってるぞとかってさ、3、4人ぐらいかけてきたんだよ DM が。でそれでああいう感じになったんだけどさ、まあちょっとループになってるけど、違うのかこの野郎マジでや。
ていうかさ、ていうかさ、ていうかだよ、ていうかもんちゃんって異門財閥のとこじゃないの？異門財閥っていうか異門グループのもしかして霊場じゃないの？もしかして。俺なんかさ雑談たぬき見たんだよ。雑談たぬき見たらなんか異門グループの、なんかこう家族構成みたいな、なんかそういうなんか異門グループの家族みたいななんかまとめてるところがあって、なんかそれの裏路が貼ってあった。雑談たぬき見たらね、俺の雑談たぬきかもんちゃんの雑談たぬきどっちか忘れたけど、なんか昨日だっかな、今日か昨日の書き込みであったんですよ。いやなんかもんちゃんは異門グループの霊場じゃないぞ、これ見てみろとかって裏路が貼ってあって、俺それ開いたらなんか異門グループの家系図みたいなのがこう家族の名前とかこういうのがなんか全部バーって書いてあるの。何月何日生まれで名前何何みたいな、母何、あ、親、母父この人この人みたいな。そしたらね、そこに異門ユーミって書いてなかったんだけど、え、どっちなの？なんかさ本当は違うの？異門グループのお嬢様じゃないの？あの人って違う、どうなの？分かんないんだけど、あれどうなの？本当にそうなの？あの人。でもさ俺はっきり言うけどさ、別にさ異門グループのお嬢様かどうかなんて知らんけど、実際のとこ知らないけど、ぶっちゃけさふわっちでナイスくださいとかやってるぐらいよ。もう正直あんま期待できないよね。そんなさ、じゃあ仮にもんちゃんが本当に助けてくれるとか言ってもそんな期待できないよね。ふわっちでナイスくださいとか言ってるやつだぞ。カイジ優勝したから本当だよね。ああ、まあ確かにそこはそうだよね。どうなんだろうね、もう分かんないわ。なんて他力本願なんだ。違うよ、別に俺から頼んでないから。なんかわかんないけどもんちゃんが俺のことを救うみたいな感じで俺ん家来たんじゃないの？違うの？あっちが救うみたいな感じで来たんじゃないの？俺別に俺から頼んでないからね、勘違いすんなよマジで。俺から頼んでないわ、もんちゃんに救ってなんて俺から言ってないわ。ただあいつが俺のことを救うみたいな形で俺ん家来たんじゃないの？知らないけど。じゃあ実質お前ね、お前未然に切って俺のことを救ったのかって、5000円ぐらいだろ結局。お前が未然に切ったの違うのかもかな、やら。なのにもんちゃんはいい人だみたいなさ。え？まあこの野郎。暑い。なあこれ。なあこれ。なんでこんな車止まってんの？なんかやってんのこれ。
なんで出ないやん。出ないじゃん。何が窃盗だよ。違うわ。ここはね、分かりますか。みんなこういう国民じゃない、町の町民が来ていいようなところなの。分かる。じゃあこのベンチとかなんだよ。じゃあどう考えてもこれね、あれでしょうよ、ベンチでこうやってここ座っていいですよみたいな、水道もねご自由お使いくださいみたいなやつだろ。分かるかお前、どこが窃盗なんだよこの野郎。昔からここはそういうとこだから、町のねシステムも分かってないくせにごちゃごちゃ言うな、ゴミがこの野郎。懐かしいな、俺もああやって小学校登校してたんで、ここ歩いて、俺のこう登校道だから、登校道なんて言うんだっけ、登校道じゃない、なんて言うんだっけそういうの俺もここ歩いて学校行ってたよ、小学校。ああもう小学校に戻りたいね、小学校に戻りたいよ俺も。もうなんかもう何もかもリセットしたい。人生のリセットボタンを押したい。なんでこんなことなってしもたんやろ。なんでこんなことなってしもたんやろ。俺の人生って何だったんやろ。ああ次枠行くか。1円にもなんないけどさ、1円にもなんないけど ペコピコしてもんちゃんにせびってくさ。いや俺正直、いやこれマジな話するよ、マジな話するけど、俺最初なんだこいつってマジで思ったからね。だってさ、結局なんか勝手に俺ん家来てさ、で俺いない時よしえさんとなんか結局なんかそういうねこと聞き出そうとしてんのかなと思ったし、いやもう何のプラスにもなんね、むしろデメリットしかねえと思ったもん。それ仮に裁判とか不倫だったらどうすんだよと思ったし、でしかも別に俺今収益化できないしさいやマジで最初こいつ何やってんのと思って、もうちょっと俺内心ちょっとキレてたからね、ほんとぶっちゃけた話最初全然笑ってなかったでしょマジで。まああとそのね、まあ裁判所から来たあの通知書みたいなのを見て、さらにあれですよ、笑えなくなったけどね、さらに、まあ、ぶっちゃけそうだったよ。
し、暑い。そう、アポなしとかさ、お前何年前のことやってんのマジで。しかもさ、一人暮らしだったらさ、まださ100歩譲ってさ、実家だぞ俺んちマジで。本当に実家でさね、実家の配信者んちってさ、しかもさ、その配信者がいなかったら親と話すってどういうことなんだよ。ネットの配信さ垂れ流してさ、どういうことマジで。そりゃ見てる方は面白いかもしんないよ、見てる方はその展開面白いかもしんない、視聴者側はね。やられた方はどういう気持ちだよマジで。何こいつってなるでしょちょっと。あ、次枠行くか。ちょっと延長できないからね、延長できないから次枠行くか。あーくっそ、アイテム代と別にナイス700いったら3万5000円の自動車税払ってくれって言ったんだから、アイテム代別にもらえよかった。3万9000円くれたってことでしょあれ、俺がちょっとカッコつけなければ。うわー損した。今の俺に4万ってめちゃめちゃでかいからね。4万じゃんほぼ、3万9000って3万8000か、3万8000ってめちゃめちゃほぼ4万だぜ。なんでさ、なんで俺遠慮したんだろうね。俺考えてみたらさ、遠慮するとこじゃないよね。考えてみたら遠慮するとこじゃない。だって普通に考えてよ、だってあれほとんど俺のリスナーが投げてたから、あんなのだってもんちゃんに結局ほとんど未然に切ってないよ。5000円ぐらい俺にくれただけよ、実質ね。で結局さ、ナイスだってさ増えたわけ、ナイスとか閲覧だって稼げたわけだしさ、相手にだってメリットあったわけじゃん。うわぁ、マジか。俺なんでカッコつけたんだろう、あそこ。マジで。マジ、あそこはもらっとくべきだった、本当に。今から請求しようかな、マジ。マジで請求してやろうかな。考えてみたらだよね。数学行くか、しかもさ、ね、そもそもアポなしできてさ、配信のネタにしてるじゃん、相手のメリットになって。よくよく考えてみたら、よくよく考えてみたらさ、そこまでめちゃめちゃね助けてくれたかって考えたら、次枠行くか。次枠行くか、ちょっと延長できないんで。よっしゃ、1円にもならない枠、次枠行きます。